こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。もう俺、こんばぐらいで俺はもう言ってるからね。いやいや、もういつまでやんのかな。いいよ、単独ライブの、はい、稽古期間中に、うん、入りまして、はいはい、ね、うん、お忙しというか、はいはい、うん、まあちょっとバタバタしてますよ、ね、うん、ストレス溜まってるでしょ。ストレス溜まってる。まあちょっと溜まってますよね、ストレスは、ね、ゴルフ行かれへんのが一番ストレス溜まるからな。あ、ただゴルフ行くわけにもいかへんし、うん、だから、うん、まあマッサージやわな。え、もっぱら、あ、うん、台湾式マッサージ、非合法、非合法マッサージ、何合法の面した非合法マッサージ、何も悪くしてマッサージしてもらってるわけですからね、うんうん、はい、2人のイメージとして、うん、たまにパチンコ打ち打ちたがってきたわーってなって、まあわかるよ。で、この YouTube で、まあ、うん、前、うん、あのガイアやったじゃないですか。ガイアね、あれ以来行ってないじゃないですか、うん、パチンコ、うん、ああ行ってないね。どこせ行ってないですもん、ね、うん、まあだから1回ロケではやりましたけど、あ、相当はあったけど、プライベート行ってないかもしれんな、行ってないって言ってほしい。え、それは知らんやん、それはな、出てるから何やねん、それは、え、それそっちの都合やろ。いや、お前悪ないぞ、お前悪ないよ、絶対悪ないよ、絶対悪ない、絶対悪ないよ、そっちの都合や、それは。何やん、だから言ってないよ、企画言わんからそんなことない。あの、今からちょっとパチンコを、うん、いいじゃないですか、おいうのがあるんですけど、うん、好きな機種、うん、何ですか。もう好きなとかじゃない、もう海物語一点のみ。まあ、森田はだだ俺は他の分からへん、俺他の機種分からへん。いろんな台あるけどな、今もうエヴァとか、うん、そうやで、おもろいだ。いやいやいや、な、何、エヴァ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 ンゲリオン、エヴァ物語、何そこやってない、全然知らない。エヴァとゴジラは合体してるな。もう、三陽の株買いたいぐらい俺三陽好きやから。ワンパラもそうやし、銀パラもそうやな。懐かしいな。俺はもうシンプルなのが一番好きやね。そう、ノーマルでも当たんねんで、海なんて。なるほどね。リーチつって、レレレレレレ、レレレレレレレつって、ピトッて、あ、あ、外れたわ。ドゥ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 。一緒しようかな。ドゥ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 。ピタッ。まあ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 、やってたよ。うわー、単発か。え、ヒレ動いてる。もう今やりたい。もう今やりたいよ。格変。トゥルルトゥルルトゥルル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 ルトゥルトゥ。で、あの、あ、確かに個人工事に行く企画があってもいいなみたいなと思ってたんですけど、この番組でたまにあるどことどこを戦わせてんねん企画。今回は。はい。おい。物語と。物語 VS、 ね、その戦うのが、うん、あのタトゥー、え、タトゥー、うん、ほう、前にやった、うん、タトゥー、うん、タトゥーデュエルね、タトゥーデュエル、うん、あれでよくあのツバメとか、うん、はいはいはい、うん、あのドラゴンとか、うんうん、結構その、うん、覚えてます、でいたる、ね、うん、はいはいはい、いたるね、ドラゴンが強かったんやったっけ、鳳凰とか、いや、まあピエロ強かったっけ、あなたもサチカルビア、天使とかね、海物語では魚の種類を3つ揃わせるわけでしょ、はいはいはい、タトゥーの台では、台、うんうん、って言ってるやん、生き物を3つ揃える、おお、で戦う、生き物語、生き物語、あ、あるよ、海物語 VS 生き物語、そうですね、海物語 VS タトゥー生き物語、タトゥーは、うん、今から募集しまして、うん、で、例えばその人が、うん、ツバメ入ってました、一番最初に来た人、じゃあもう、うん、一番最初に来た人、うん、じゃあツバメが来ました、まず、まず、第一リールに、まず、第一リールっていうのはあれ、冗談にや、まあ、冗談に、冗談にまずツバメがバッと来た、はい、うん、で、二人目来ました、うんうん、何入ってますか、うん、あれあれあれ、うん、見ていって、うん、ツバメ入ってる、ゾウリーチや、ゾウリーチ、下に、下のね、うん、下段にね、うん、うん、で、3人目、来ました、うん、で、ツバメが入ってたら、当たり、3匹揃って3人連続ってこと、そうです、そうです、それ、むずない、連続か、でも、パチンコってそんなもんまあ、そうやな、え、それ、え、確率一緒300、まあ、でもこの3人連続来る確率で300何本か、でも俺、うん、
うん、だからタトゥーしてるなんてもう100人に1人どころじゃないもんな。おあれやね、うん、なんかツバメが入ってて竜が入ってて、うん、で言うとそれ全部第一リーグに並ぶから、ね、あトリプルリーチみたいなのもあるってことか。そういうことや。それもだいぶ甘デジちゃうのそれ。甘デジ。甘いやいや。出玉は一緒やから。出玉は一緒やから。三つ取らんかったらもう流れるんで、その3人さんはもうあのもうちょっとじゃあお借りいただく。じゃあ1人目が来ました。2人目でそもそもリーチなりませんでしたの時は、もう2人とも流れるの？2人とも流そうか。え、どういうこと？が流れて、二人目を残していって、こうやっていったわけ、うん、じゃあ、そう、玉とか、玉というか、まあね、なんかライターがやいや言ってライターがえ、だから、一人目ツバメ、ね、で、次が、まあ、竜しか入ってなかった、ね、で、もうこの時点でリーチではないやん、ね、で、ツバメの人は帰ってもらう、で、竜の人は残ってもらう、うん、でもそこにまたツバメ来てもうてもさっきのはもう帰ってもうてるから、ね、帰ってるし、で、はい、この竜の人に次帰ってもらうってことだよ。パチンコみたい、パチンコみたいで、今ちょうど8時半ぐらいでしょ。で、パチンコ屋さんって11時ぐらいでしょ。10時半ぐらいやな。閉店まで、閉店まで、その時間じゃ打ちてないよ、そもそも。いやいや、一番お前ハイエナできる時間帯ではある。海に入らないねもん、もうえ、これさ、来たら、え、言うたらパチンコはさ、うん、お金入れるわけやんか。タトゥーはどうすんの？タトゥーは、うん、あの来てくれた人に、うん、あの1000円分のアマゾンギフトカードを渡します。収支の対決ですか、これは。どういう収支で、収支、収支の初当たりじゃなくて収支です。だから最終的にいくら勝ったかいくら負けたかでってこと。それ自腹ってこと。自腹。そっちのタトゥー側の、はい、あー前何人ぐらい来たっけ。50人ぐらい来た。50人ぐらい来た中の何人か1000円。そうか。なんやったらつけすぎててようわからへんぐらいついてる人は、なんやったら赤堀みたいな人が。いや、だってさ、前回来たこのタトゥーバトルとかに来たさ、人とかめっちゃ入ってたやん。それはさ、赤保留の人前にずらすのは無理なん、それは。いや、バチンコと無理やん。それぐらいはでもない、まあ、なんか、いや、そうね、一発目に強いの置きたいんか。まあ、そう。ああそうね。だから、リセットされた時に赤保留は前に優先的に来させることができるみたいにする。そうしましょうか。で、ツバメ、ツバメ、ツバメ来ました。うん。で、その後、ツバメが来たら、うん、各編です。各編どういうルール。これは釣らない。それやっぱ何連するか。いや、でもすごい。でも、パチンコってそういうことやろ。そうやな。各編に入ったらどうなるんですか。入ったらどうなるんですか。そもそも、うん、どうなる。何がしたやつ。何がパチンコに詳しくないやつが、タトゥーで、タトゥーが3つ揃いました、大当たりです、それ、なんなんすか、それは。いや、そういうゲームそんなもん言い出して、何でいいの。だから、核変に入ったら、次、生き物が入ってた時点でもう核変継続にしてよ。そうしましょうか、次からは生き物でずっと。そうね、これは大レンジャーね。それ強いか。いや、でもただ、タトゥーに生き物入ってない人も。そうやねんな。か、各編の図柄をもう決めとくかやな。例えば、想像上の生き物の入ってる人もおるやんか、割とね。想像上の生き物は各編図柄。それもドラゴンもそう。ドラゴンもそう。で、実際にいる生き物は単発。うん。インとかやったらもう単発。さっき言った、なかなか来えへん。4連発は各編にしといたら。女だからツバメツバメツバメが来たら、あ、ツバメツバメツバメで単発かなと思ったら、あれツバメの後ろ綺麗動いてる、ドゥドゥドゥシュッていうね。その2つはダメにしてるから。ほう、最抽選、各編昇格で並んでもらうってことね、来た順に。まあ一応でもまあ並んでるんでしょう。清原さん来たらどうする。清原さん入ってますよね。清原さん、この間な、さんま御殿で一緒になった時にな、あれ、YouTube でタトゥーやってたでしょ。見てかんねや。そう。で、あれ、ちょっと俺、出たかったんだよ。やめてよ。で、俺、清原さんってサソリ入ってんなっていうイメージあって、で、サソリ入ってますよね。あ、サソリ入ってんだよ、つって。で、その後に、あと何入ってんすかって聞いたら、
言わないって言ったから、だからもしかしたら来てくれる可能性はある。まあまあ、それはもうサムやな。金保留、あ、サム、サム確定、サムや、清原もサムや、サム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 、そんな言うなよ。じゃあ俺さんじゃあタトゥー、え？俺海好きやで。感じやったらそう。まあまあそうか。で、僕らはじゃあ、うん、まあパチンコしたいしな。はいはい、で何より怖いで、またタトゥー。せやねん。それが嫌やねん俺。体にタトゥーが入ってる人は今から五反田ふれあい水辺広場に来てください。タトゥーなら何が入ってても OK です。来た人にはアマゾンギフトカード1000円分プレゼントします。はい。だけでいいか。うん、魚群のように来てください。いや、わかるか。何がわかんねん。あ、これ海物語と対決してるなって。はい、つぶやきました。はいはいはい、はい、リツイートしてるんだ。はい、久々やな、この感覚。じゃあ、動きますか。はいはい、よっしゃ、買ったら絶対風俗行こう。今のパチンコ見えた。久しぶりですな、この感覚は。いいね。ちょっと自粛してたからな、こうやってなんか人集めたりするの。え、これさ、途中、あの、飯食うあり、どう？パチンコちゃうね。どっち？何分？30分？普段あんのか、お前。普段全員に見せて。並んでる人全員に聞く。オカルト1個教えてたのか。当たってる台から電圧もらって当たるで。手ちょっと添えんねん。いや、ほんま電圧もらうで、電圧。隣が当たったらほんま当たるからさ。うん、じゃあとりあえず、はいはい、後で、はいはい、もう早いったもん。台取らない。ちょうどよかった、サンダル履いてパチンコってかっこや。汚い格好の方が当ててくれます。そう、まあ、綺麗な格好していって、また319分の1。これでいきますか。ちょっと確率はオーバーしてるけども、そんなハマってもない。まあここやな。とりあえず1枚リーチくらいね。お、いいオーダーのリーチだ。この、これが泡じゃなくて魚群が走ればっていう。はい、まあ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 、こんな簡単に当たらない。あの前のさ、うん、なんだっけ、バッジョみたいな名前の人おれんかった？あ、なんかおったね。おったよね。うんうん、あの人来たら一番多かった気するけどな。確かにな。もう遠くからあれ来たら金保留。もうこのためにタトゥー入れたいまであるって言ってるやつ。あ、今度はビンゴじゃなくて神経衰弱とかしてんのかなっていう。なるほど、ちょっとね。もっと変な戦いしてます。え、行きますとか言ってます？うん、おるおる、すぐ行きます。あ、すげえ。パチンコ玉のごとく。自分たちがパチンコ玉とも知らずに。結構暗いな。確かに、でもあの光の下があるから。あ、そうか。一箇所だけ保留ランプのように輝いてるやんけ。さあ、じゃあとりあえず、いや、早っ、よっしゃ、一番乗りです。ほんまっすか？はい、ほんまに。はい、タトゥー入ってんすか？あ、入ってます。入ってます。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。じゃあ、アマゾンギフトカードを、とりあえず1万円分。もうだから、いや、一玉目がもう入ったっていうぐらいの感じですよね。いわゆる釘甘いな。釘甘いっすね、五反田はやっぱり。じゃあ、こちらまずお渡しします。やったー、はい、ありがとうございます。サンドに吸い込まれていきました。まずじゃあ、はい、1個目。あ、1個目、はいはい、
あ、な、え、何やこれ、何これ、トラです、トラ、いいよ、いいの入ってますよ、これトラ、トラね、はい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 、はい、で、2個目、はい、ほう、龍です、おお、核変図から核変図から来た龍ね、はい、はい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 、で、3つ目、3つ目、はいはいはい、龍です、うわ、あれ、あれ、ちょっと待って、これさ、あれ龍で、うん、龍なんすよ、うん、で、こっち龍なんすよ、龍リーチやん、違う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 、なんでなん、なんでなん、そんな、なんでなん、そんな、いやいやいや1回転目でさ、いや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 、そういうことです、だって、こんなん稀っすよ、だってマジで1人いないそんなことある、龍は1個じゃないですか、龍が3つ入ってる人いたらそれで、うん、あー、まあそうか、うん、あー、そう、これなしだから龍として龍ね、龍龍で、全部で何個入ってます、3つです、3つ、龍、虎、はい、だけか、そうか、龍と虎、はい、生き物はね、龍、はい、と虎です、なんで龍2個入れたんですか、昔、うん、あのホストクラブで働いてたんですよ、うん、で、その時の名前が龍二だったんですよね、で、龍が2匹やから龍、で、太郎ホストクラブの源氏な始まりでタトゥー入れるん、はい、すごいっすね、はい、こったってさ、こっちすごない、こでもこれあのうわうわ、じゃ中途半端で、あ、だから筋彫りだけってことや、と、あの、うん、まあ、ちょっと色が入ってるぐらい、こんな真正面から龍見ることあんまないっすよ、確かに、あんまりね、当てたいね、これはガロみたいやな確かにありがとうございます、じゃあ、え、来た来た第二リール下段、な、何人目でした、二人目です、二人目ですか、とりあえず、はい、タトゥー入ってますよね、入ってます、あ、じゃあ、アマゾンカード2週間前に入れました、2週間前に入れた、これ見てくるしかないなと思って、さす、これはもうちょっとこれドキドキ、もう結構奇跡があるかもなじゃあ、はい、まず見せてもらっていいですか、はい、はい、手首ですね、手首、こちらっすね文字、なう文字文字か、どうし、はい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 、これは2週間前に入れたんです、2週間前に入れたやつです、で、この1個だけですか、1個だけ、この1個おいナウナウのみで、いや、逆にナウのみでよう超えましたねナウってなんで掘ったんすか、それ、まあまあ、いろいろちょっといろいろあって、好きなアーティストを剥離みたいな、あー、そうなんや、ってことは、この時点で、ハズレやから、でも彼を残して、彼を、いや、でも彼に残ってもらうのがルールでしたっけ、でも彼が残ったところで、ああ、何もないっすもんね、生き物じゃない場合は、ああ、もう流す、すみません、またあの今週の YouTube 見てくれたら全容が分かると思います、お願いします、はい、Now で来たことめっちゃ恥ずかしいなと思います、はい、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、これはありなんですね、じゃあ、はいはいはい、だから次、その、うん、生き物が入ってる人でリーチかからなかったら、帰ってもらうってことですね、はい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 、うん、いや、これ結構やな、まだ2000円しか突っ込んでないから、いや、2000円突っ込んでるよ、ナウに1000円渡してるよ、早ない、これ、これミリオンゴッドぐらい早いな、これ20回転ぐらいやと思うで、来た、女子入ってます、あ、じゃあぜひぜひやったら、3回転目入ってるんですよね、はい、はい、入ってますよね、はい、あ、じゃあ分かりました、アマゾンギフトカード1000円分はい、差し上げます、じゃあ、何入ってるか見せていただいていいです か、はい、これはいいよ、ウサギ、ネズミ、カエル雑魚やウサギ、ネズミ、カエル以上以上以上うわー、これしんどいななんでカエルとネズミとあれなんですか、鳥獣ギガが好きなんで、あー、あー、鳥獣ギガって何でしたっけ、なあ、そうです、そうです、カエルとかこう、あー、はん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 、ということで、はい、すいません、いいいい、はい、ここで解放されますんで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、くわー、そうかー、順番の妙あるな、これ、そうですね、熱くなるビーチだよ、ビーチ、泡、お、なんか出てきたけど、これはこんな
な。でもこういうのはいきなり当たったりするから、ね、あーあーダメなんや。まあまあマリンちゃんが出てきてからやろな。うわもう240件の引用あるけど、やばい、もうこんなん来られたら終わりや。眉毛タトゥー女子ですみたいな俺こんなん来られたら終わりやで、おい来てないか、どうだ、来た、タトゥー持ってる方、父が、父、あの主人です。おすごい、ご主人、はい、強そうだ、何がなんか強そうだ、強そうですか、タトゥーあるんですね、ちょっとだけあります、タトゥーありますね、はい、はい、じゃあ、アマゾンギフトカード、すいません、1000円分、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ見せてもらっていいですか、タトゥーを。本当ワンポイントなんですけど、うわワンポイント、シングル、ね、シングル、シングル、いいですか、はい、なんださサソリですね、サソリ、あーだからハズレはしたけど、うん、サソリ残しですね、サソリ残しですね、なのであのご主人に送ってもらえます、はいはい、あ、わかりました、次の方が来るまで、わかりました、ただここに清春さん来たら熱いっすよ、そうや、サソリやから、確かに、ああもう5000円や、5000円使った、5000円使うとこだ、5人分や、5人分やね、いやでもまだ向こうは1人来てるかどうかでしょう、ああいやーあれ止まったね、マジなんか魚群みたいなさ、なんか暴走族来てくれんかな激アツ、あれ見た、誰だ、入ってますか、タトゥー入ってます、あ入ってる、じゃこちらへどうぞ、すいません、でブラックライトタトゥーなんですけど、ブラックライトタトゥーマン見せていただきました、初めてのそんなブラックホリュー、何見れますか今ここで、あブラックライト当てられる、あブラックライト当てよ、どうやってブラックライトってどうやって当てんの、当てれんの、どうやって当てるんですか、100均とかのブラックライトを当てて、あ一応これです、ね、何ですかこれはウサギ、ウサギ、ウサギ、これどう、どうします、入ってはいるからまあ一応そうか、そう、じゃあすいませんお父さん、ウサギやったんで、わかりました、お帰りください、すいません解放です、すいません、ありがとうございます、ぜひよしよし保留が溜まってきてる、よしよしよし、しかもまずは本当だね、ありがとうございます、どうぞどうぞ、誰が入ってるんですか、私だけです、入ってます、じゃあ見せれますかそれは、見せれます、あ、アマゾンギフトカードありますか、6回転目、ここリーチ2台、ありがとうございます、はい、じゃあ見せていただいていいですか、あるよこれ、なんだ、まずここに13、あ、13、数字の13、13、ちょっと待ってくださいね、数字の13ね、ここにレタリングで、レタリングで文字、文字で、はい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 、でここに、あ、生き物っぽいぞ、なんだ、ヤギの骨です、ヤギヤギ、草食ではあるけどね、なのでヤギ残りですね、すいません、解放です、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、いやいや、でもヤギか、なんでヤギなの、なんか飼ってる犬がヤギに似てて、うんうん、犬でいいやん、じゃあ飼ってる犬がめっちゃヤギに似てて、うんうん、もう絶対お前のタトゥー入れたるからって言って、うん、まだ生きてるけど勝手に骨にしました、いやいや、ようわからん、ようわからん理由やな、とりあえずヤギね、はい、ヤギ で保留が溜まってる、はい、次の方どうぞ、はい、はいはいはい、めっちゃ保留溜まってる、溜まってきた、とりあえずアマゾンギフトカード、はい、ありがとうございます、で、見せてもらえますか、はい、あら、ヤギです、はい、はい、なんすか、文字、文字です、はい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 、はい、まだある、まだある、はいはいはい、はい、最後、なんだこれは、これ何ですか、太陽と月、うん、太陽と月と文字、文字、入ってるのは以上、以上です、以上かとの場合はヤギ残りですね、すいません、お帰りください、ありがとうございます、じゃあ、1000円です、はい、ありがとうございます、どんどん消えていく1000円が、じゃあ見せていただいていいですか、はい、はい、はいはい、おー、はい、
ほう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 。お。はい。おー、竜だ。竜だ。いやまあでもこれはこの方がいいよね。この方がいいっすね。はい。竜残りですね。はいはい、じゃあ、お兄さんちょっと残ってもらいます。わかりました、すいません、はい、お二人解放です、はい、ありがとうございま す, います。ヤギの女性、いや一回列見てもいいよ。え、ちょっと待って、やばちょっと待ってね、列見てもいいよ。やばあれあ、テビあれあれテビってちょっと待って、うわ、え、待って、テビって過去に来た人だから動かせる人ね、この人は。あ、テビーは赤保留よね。あれ、テビー、テビーどうやったっけな。いや最忘れたの、覚えてな、おかしいね。あれどうやったっけ。なんかテビー1個だけやったのよね。そうよね、確かドラゴンやったような気すんねんなテビーだから、赤保留を使います。はい、テビー、テビちょっと来て。あれテビ何やったっけな。テビ何やったっけな。俺ドラゴンやったような気すんな。テビ、あ、まず1000円あげろ。はいはい。1000円。はい、アマゾンカードね。はいはい。じゃあで、テビ、な、見せて、見せてもらっていいですか。何やったっけ。なんか名シーンやったの覚えてねえな、うん、テビが。テビ何やったっけ。ドラゴン。ドラゴン。そうや。そのちっちゃめのドラゴンね。そうや。リーチ、リーチだー、今リーチです。ビンゴ、ノー、リーチ、リーチ、ノー、まだビンゴじゃない、二人、さあ、ドラゴンリーチ、ドラゴンリーチ、確変です、今確変です、次ですね、はい、順番、お兄さん、ちょっと期待できるぞ、これは、入ってますね、入ってますね、じゃあ、1000円のアマゾンギフトカード、じゃあ見せていただいていいですか。ワンポイントで少ないんですけど、ね、ワンポイント、うわー、はいはいはい、え、なんだ、え、山、山と太陽のみ、のみ、なんだよおーい、あ、ごめん、大都ついてもだ、ハハハハ、ヤマト、太陽のみってことはこれは、これはもうリーチごと流れ流れるんか、全流しか、そうね、そうですね、何やってんだよ、おい、申し訳ないっす、シンプルダイヤでありがとうございます。デビーも、デビーもありがとうね、デビー流れちゃった、うん、リーチ外した、激アツやって、いやいやいや、デビー怒んの違うから、デビーが怒んの違うから、うわ、激アツやったけどな、これ、うわ、何、ヘビ、わかんないですけど、え、これ何、ヘビとドクロ、うん、でもこれはもうヘビでいいですよね、彼氏ですよね、謝らんといけない、彼なの、彼ですよね、竜、うわー、順番、うわー、なんでもうちょい早く来てくれへんのよ、もう周りはするやけどね、変える女の子ね、はい、さあどうぞ、これだから順番のバッジョです、バッジョ や、あれバッジョや、あれバッジョさん、バッジョさんもとりあえずつべこも言わず抜いてもらっていいですかあれ足とかも入ってなかった、そう、足、はい、足ですね、足、あれから、まあ、竜がここだ、竜おるん、竜おるん、あ、竜これ、はいはいはい、はいはい、自分の将来の、うん、はいはい、うん、将来の夢、将来の夢って何すか、あの店を持ちたいっていう、ばあちゃん家の、え、お、すげえ、店を入れてんすかこれ、そうです、ばあちゃん家を店にするってことですか、自分で、へえ、すごい、生き物、あと生き物、あと何すか、
ライオン。ライオン。シカ。シカ。フクロウ。フクロウ。テントウムシ。のみかな。あとウォーリー。ウォーリーね。あ、もう嫁さん。あれ女性だよ。あら女性リーチじゃないこれ。リーチ。はいはい。リーチかかっちゃってるな。女性でもそうか。そうやね。いやこの人多分そうやね。冗談に置いときたかったっちゃ置いときた。ただまあでもリーチっすよね。リーチ。だいぶノーマルリーチっすねこれ。ちょっと待ってください。待ち。待ちです。そっちにじゃあそっちで待っててください。はい、じゃあ次の方。じゃあ、どうぞ。はい。これ人間でいいんですか。女の子。女の子。これは。人間リーチでいいよね。生き物人間リーチね。まあ単発やけどね。はい。はい、じゃあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。人間リーチなんですけど、はい、あの中学生の時に元カノと自分のイニシャルです。え？あの中学生の時に入れた元カノ、これ自分で入れたってこと？あのそうあのでマークと、うん、あの自分と元カノのでのみ。のみです。ねえおい、リーチなったらほんまさ、なんかあれやな、求めてない人しか来えへんな。ツバメ、ツバメ来た。よし、ツバメはありますからね。はいはい。シカ、シカ、ほう。テントウムシ。テントウムシ、テントウムシもあれやな、入れんねんな。ケス、なんだっけこれ、真っ黒クロスケか。真っ黒クロスケ、想像上のあれですね。はい。あ、モグロ吹くぞ。これ、これ。これ人でいい。人でいい。人枠ある。はいはいはい。お願いしていいですか。はい。木、木と。ちょっと見せてください、見せてください。あ、見て、あ、すみません。え？うわー、なにこれ。一本の木。え、ちょっと待ってください。あ、木か。でっけえ木だ。なんだこれ、なんすか。アユと。アユ、アユ、アユ、はいはい。うん。ケガニと。ケガニ、アユとケガニ、すごいな。いやいや、いや、海物語やってるやん。うなぎと。海物語やってるやん。うなぎと。田舎の川で取れた自分が昔取ってたやつ。ああ、だからもう自然で生まれ育って、そのもう竜とかじゃないんですね。すいません。だからお兄さんすいません。解放です。はい。これはこれはこれ遠隔してるやろこれ。なんやこの順番。ちょっと、一回見ましょう。うわめっちゃ並んでるやん。いや俺こんだけ金減るってことやん。過去に、ブレイキングタトゥー出た人 いないですね。いませんね。ああそうか。ってことはもう平で打たないとダメですね。よし。これ連チャンして取り戻せるんですか。だからもうその、生き物連チャンしかないですよね。だからね。
とりあえず揃えな無理っすもんね、まずね。はい、よし、もうどんどん行きましょう。はい、どうぞ。あ、入ってそう、いろいろ。酒井から来ました。酒井、はい、俺の地元と一緒のタックの友達です。あ、そうなんすか。あ、すいません、すいません、ありがとうございます。こう見せてもらっていいですか、じゃあ全部。はい、めっちゃ入ってるやん。はい、これなんすか。犬です。はい、そして何がですか。はい、生き物を全部見せていただきたいですね。リス。リス、ほうほうほう。あ、これなんすか。これはジーザスですね。ジーザスは神様。神様ね。はい、何。あ、竜。これ鬼ですね。え、これ鬼なんや。あ、これ竜じゃないんや。でも鬼もあるよね。はいはい、核。はい、魚。魚、魚おる。はいはい。え、鯉かな。ブルーギルがいます。ブルーギル、なんでなんで外来魚。ブルーギル。あああ、あとは頭。頭なんすか。ドクロですけど。ドクロ。ドクロもあり？ありなんでしたっけ？ドクロ生き物ではない。死んでるか。そうか。はい。いい、いや、いいですよ。はいはい。さあ続いて。はい。どうぞ。順番やな。順番やな。なんなんこれ、いじってない、なんか全然いじってない。いいですよ、いいですよ。はいはい、じゃあ差し上げます。はい、じゃあそれ 見せれますか。はい、はいはいはい。ダイヤモンド。ほんまこれ。本当に本当に。ここにダイヤモンドがありがとうございます。はい、とっとと帰ってください。ありがとうございます。はい、はい、いやいやいいですね、いいですね。はいはい、どうぞどうぞ。はいはいはい、じゃあ、あ、すいません、ありがとうございます。え、一個だけ、一個だけ、一個だけ、はい、じゃあいいですよ。え、一個だけな。はいはい、どうぞどうぞ。なんすか。これ風。風、風は、風は生き物じゃない。風って概念。風って概念はなしね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあでも、まだ大丈夫ですね。はいはい、キープできてる。はい、どうぞどうぞ。じゃあ生き物全部見せていただいていいですか。はい、生き物は、はい、足の鳩。鳩、鳩入れるんやな。やっぱ平和の象徴か。はいはい、鳩、はい、おお、なんだあれ、これは金太郎。金太郎か、鬼じゃないんか。金太郎って鬼じゃないか。金太郎、はい、で、でフクロウ、ツバメ、ツバメ、生き物か、コイ、コイ、コイ、ブルギルやもん。え、これ魚リーチではない？魚でいける、魚でいけるよね。これ魚でいいっすよね。リーチで、はい、で、うん、いや、これダブルリーチとかもありえるかも。うん、ヘビ、ヘビ、あれ、お兄さんヘビ入ってなかったっけな。ヘビあるっすよ。ヘビある、ヘビある。ダブルリーチャー。よし、ほんで、ツルで、以上、以上ってことは、リーチ、ダブルリーチですね。何と、魚と、魚とヘビ。はい、ありがとうございます。ちょっとの残りで、はい、リーチです。よしよし、ダブルリーチ、ダブルリーチや。マリンちゃん出てきてる。リリ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 ってマリンちゃん。よし、たまらんか。おう、なんや？おう、はい、ブルブルチャンス。はい、なんでしょう。ファール落とす。はい、はい、おう、これが落ちれば、これが落ちれば、あ、来た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 。オッケーオッケー、引き戻し。おい、いいよいいよ。さあ、これでもう一回確変、OK。 あともう一回来る。これは熱い。よっしゃよっしゃ。何入ってますか、見せていただいていいですか。はい、ライオンとライオン、ライオン、ドリームキャッチャー、うん、ドリームキャッチャー、はい、ウミガメ、おー、ウミガメ、はいはいはい、はい、と、はい、背中、ライ、うん、え、トラ、ほんまに入ってる、お前入ってる、お前なんやねん、ほんまに入ってる、もうもうすぐ終わりや、もうすぐ終わりや、ちょっと待って、入ってる、ほんまに、え、なんや、エロいことしとんなお前、トラね、はい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 、
うわ、何これすごいな。え、何何何これ何ですか。何入ってるの。魔除けね。ちょっと残っといてください。お客さん減ってます。はいはい、あ、待ってください。ちょっとすみません、あのもうちょっとだけ、もうちょっとだけ打たして。もうちょっとだけ、最後保留、保留だけ、保留だけ。じゃあもうここで閉店保証あるやろ。ここ閉店保証。閉店保証ないですよ。魚、はいはい、トカゲ、うん、トカゲ、はい、で花ですね。花、はいはいはい。ほう、エビ天、エビ天って書いてる。何これ。ああ、あー、くそ。はい、ここがソロワーズですね。もうお兄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごいね。でも、集まってますね。あー、すごいな。結構もう、あれじゃない、お金、投資はかさんだんじゃない。あー、くそ。何、結果はどうやったんですか。結果、うん、はい、もうとりあえずじゃあ、渡しとこ。え、なに、え、はい、それを渡せるということで、ワーズです。おお、まあ言ったら、出玉はあるんですもんね。おう、収支は、はい、結果は、16,000円投資おで、残り40分50分ぐらいだな、おぐらいで5連チャンしました。え、はい、ということで、プラス1万です。うわー、マジで。何、確変ってこと。ね、おお、なんや、くるくるくる、おい、これ確変何ちゃう。確変何、おっ、確変、おい、確変変わりました。すげえな、ウクロ。もう一回行きますから。トントントン、うわー、はい、どうですか、でも人数は集まってますよ。いや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 、はい、もう、え、なんぼ投資でしたっけ。投資はね、5万円と5万50人ぐらい来た。俺は2、俺3かな。俺3出して6万、投資が6万3千円。待って、じゃあ63人来たってことね。そうですね。すげえ、の投資、はい、ゼロ当たり。ゼロゼロ。リーチはあった。リーチはあったよ、うん、で3人で何回もあったよね、リーチ。魚とヘビね、はい、ありがとうございます。ちょっとの残りで、はい、じゃあ、どうぞ。いいですか。なんか申し訳なさそうに。お願いします。いやいや、マリンちゃん出てますから。じゃあ、ありがとうございます。はい、じゃあ何入ってるか見せていただいていいですか。はい、はい、見えづらい。はいはい、何ですか。鳥獣戯画でカエルとウサギと猿。うわー、鳥獣戯画1時間前ですよ。嘘言わ。それはもう順番の妙であかんか。いや、なんかね、うん、そのちょっときな臭い店やったな。いやいやいや、全然そんなもんないよ。こんなに消えへんかっていう。うん、あ、それはもう負けは負けなんで。え、ってことは、6万3000円、さらに仕送り、はい、8万ぐらいですか。8万か。はい、8万ぐらいを、はいはい、仕送りしていただいて。はい、ちょっとほんと、何、あとちょっとだ。あ、開きません、開きません。開きません。いや、あと、あと、うん、いや、分かった。あと10分でいいから、うん、清春さんだけ待たせて。来ないな。